常性はもう手の届くところまで落ちてきていた。ユダの肩透かしを食らったレイは失意と激痛のあまり倒れてしまう。ケンシロウはレイを抱えてマミヤの村に引き返す。犠牲のレイ、人のために生き人のために死ぬことを厭わない男。自分に愛を教えてくれた女のため、死の恐怖と苦しみに耐えながら必死に生きようとする男。そして彼は知らない、マミヤもまた視聴生を見ていること。妖精のユダにその命運を握られていること。天に神がいるならば、この悲しくも純なる男の願いを聞け。ユダを倒す時を、今一瞬の命をどうかこの男に。俺は貴様の血で化粧がしたい。ユダよ、血化粧は己の血でするがいい。最新は最後の炎。俺はこのまま死んでいくのか。いや、まだ方法はある。ある飛行をつくことで少しだけ命を延ばすことができる。しかしその飛行をつけば、全身を襲う激痛は今の数倍になる。その苦痛から今すぐ逃れる方法もある。マミヤさんから託された薬、死だ。選ぶがよい。頼む、トキ。始める前にこれを渡しておこう。苦痛に耐えられぬ時飲むがいい。ラオウがついた飛行神結臭に対応する飛行は一つ、心霊台。ユダに捕らえられています。
して技が切れているな。この女への思いがお前をそこまでにした。連合総長ぶち殺しい。さっさとかかってこい。やろ、ここでくたばりやがれ。おい、なぜだ。お前らを利用したくて仕方ない。こっからが本番よ。あまりの苦痛に白髪と化したか。マミアを離せ。そして俺と決着をつけろ。いいか、よく聞け。この女はな、すでに視聴生を見ているのだ。どうだ、己の思いが空回りに終わった味は。マミア、どこまでも悲しい女よ。ならばお前のためだけに死ぬ男が一人ぐらいいてもいい。では死ね、虫けらのように。では貴様を血祭りに上げる日を待っている。俺様は妖精の湯だ。何の知略も持たずにここへ来たと思ったか。何をした、湯だ。この村の豊富な水を逆に利用してやったのよ。ダムを爆破したのか。なんと降格圏奥義決勝士。なんと水長圏奥義気象迫れ。だが俺はこなしに勝てません。ユダ、俺はずっと幻影を追っていた。お前を
美しい、なんと水晶剣の舞を。レイ、俺がただ一人この世で認めた男、せめてその胸の中で。さらばだ。なんと六星剣伝承者、妖精の湯だ。とうとう最後の時が来たらしい。レイ、いいか、市長生が頭上に落ちる日まで精一杯生きろ。たとえ一瞬でもいい。女として生きろ。女の幸福を求めるのだ。さらばだ。来てはならぬ。俺はお前にだけは、俺の砕けていく無様な死に方を見せたくない。幸せにな。忘れはせぬ。お前もまた、良きとも真と同じく、俺の中に生き続ける。どうした、間宮さん。お、星が、あの星が見えない。市長生が消えた。